佐藤さんにお捧げ続けよう。すべては無駄に終わらない。
神の言葉だけを、神の言葉だけを固く守り、心をまっすぐ天に向け、終わりに至るまで主に従い、約束の Hallelujah.
私が導くことをあなた方が全うするときに道が開かれ、また私の技が大きく進むのを見ていくであろうと称えます。この全世界に出ていき福音を述べ伝えるという事柄は神の御心であり、さらにこれから新しい新ルートが開かれる中でチームが送られていくとしか言われます。さらに本戦の宣教に入ったことを覚え、あなた方は心を天に向けつつ、また私の導きを全うしていきなさい。今回のこの西坂、2月5日の日西坂でのこの殉教聖会というのは特別な意味合いがあり、これからこの危険な派遣もこの踏まえた上での宣教が始まることを示唆しているとしか言われます。その中で死に至るまであなた方は主に忠実でありなさいとしか言われます。さらに私はこの永遠の祝福を持ってあなた方に臨んでいこうと称えます。またこの本格派遣においてはそれぞれのこの加わる方々のこの役割というのが明確な形になっていくとしか言われます。主の血を常にあなたの目を私に向け、また私の言葉に向けていきなさい。その言葉が導きの光であり、またその言葉が真実の土台であると主はされます。この世界情勢を通しても、主はいろいろな語りかけを与えているとしか言われます。その中でこの黙示録を読みつつ、世界情勢で起きてくる主の語りかけを確認していきなさいとしか言われます。さらに信仰の大胆な歩みをなしていきなさい。私はそれを喜び、また祝福を与えていこうと称えます。またこれから人間的に不可能と思われる扉が次々と開いていくと称えます。それでこのお一人お一人、また教会自体において示されている神の言葉を固く握り、決して信仰的に引くことがないようにと称えます。さらに大きな事柄が起こってくる前に、また困難も許されることを覚えなさい。しかし恐れることなく困難に向かい、私の勝利を受けてきなさい。
働きはさらに進展発展していく中で祈りを奪われないようにしっかりと祈りの土台を強めておきなさいと主が言われます。とは2本目の歌私は歌う命ある限り主イエスの皆を褒めたたえる。やがて来られるおのお主の主賛美と誉れ栄光捧げ聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもそれがまだ洗礼を受けられておらなくてもイエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々はぜひこの式に加わっていただきたいとこういうふうに思います。またインターネットで礼拝をされておられる方々の中でですねイエス様を告白されておられる方々の中でこの式に加わりたいと思われた方はご自分でパンないしブドウ酒またブドウジュースを用意してくださってですねこの式に加わっていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の様このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福しインターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してください。私たちは人々のうちに御川と御地の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたらそれを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福した後これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。はい、キリストの体で。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金の時を申します。神の国と神の義をAre, are, are.
レルヤ。それでは宮下牧師、感謝のお祈りをしてください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださることをこれから感謝いたします。今私たちを御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。無駄気をお捧げになったお一人一人の上に、主の豊かな霊的な祝福、実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。